ワンクラクション、オーツァパフォーマンスラディオ、アース、トゥースデイ。イッツワンクラクション、オーツァパフォーマンスラディオ、アース。木曜アップス、小田銀で、わお。はい。ありがとうございます。後楽園に来ております、小高井です。関根です。小高井です。ラ・オフサキ・ニオカズキです。森山一世。はい、小高井です。今私たちがいるのは後楽園遊園地のタワーハッカーの真下ですね。素晴らしいですね。今声が聞こえますけどね。スターウォーズのこのセットのような感じですね。これは最新後楽園のアトラクションです。地上は80メートルから100キロの速さで降りてくる。これに今日は有賀君に挑戦してもらうわけですね。そうです。有賀君、気持ちを高いですね。あ、気持ちは高い。いやいや、やるぞやるぞ。何回でも乗るぞ乗るぞ。15回は最低行くぞ。これじゃあ奥さんに会ってんの。乗るぞ。さあ、今日は待ちに待った1年ぶりのゴーゴー遊園地ツアーです。別名有川修一絶叫スペシャルライブ。ゲストに今日はですね、西村智美ちゃんを迎えしております。はい、よろしくお願いします。どうも、今日楽しみにしてきました。有川さんに会うの。今日は有川さんに会うんでね、髪の毛もショートパンツスーツです。そうですね、かっこいいですね。はい、ありがとうございます。智美ちゃん、こういうのは大丈夫ですか。大好きです。いい、大好きな味方です。さあ、後楽園遊園地から2時間たっぷりお送りいたしますね。ね、広報の山田さん、はい、今日はいろいろご面倒かけます。よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。山田さん、ユニフォームに身を包んで嬉しいです。なるほど。タワーハッカーの、素晴らしいところをまず教えてください。はい、こちらはですね、地上から80メーターの、はい、超フリーフォール型の自由落下、アトラクションでございます。何キロぐらいなんですか。最高速度で97キロ。97キロ、早いですね。早いですよ。そうですね。だいたい御殿場から97キロでずっと走りますと約1時間で、そうですね、溶岩に着きます。透明だと55分です。そのぐらいです。もうお乗りになったことあるんです、山田さんも。何回も。どうですか、もう楽しい方。そうですね、慣れるに従ってですね、違う楽しみ方がどんどん分かってくる。慣れるに従って。そうですね、最初はだいたい6秒ぐらいであっという間に落ちてしまいますから、はい、そのうちに余裕が出てきますと、その落ちる瞬間を楽しむようなですね。そういう、だいたいこう余裕が出てくるのは何回ぐらい乗ったんですか。そうですね、やはり5、6回は乗っていただいた方が。5、6回ですか。ありがとうございます。5、6回乗っていただくと、なんかこの良さが分かるらしいんですよ。乗るぞ乗るぞ。5回乗るぞ。5回乗るぞ。はい、さあ、そういう素晴らしいね、アドバイザーも迎えつつ、有川 VS タワーハッカーの戦いがいかに。それだけじゃなくて、いろんなもの乗せていただきますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さんも、後楽気分たっぷりに3時までよろしくお付き合いください。さあ、それでは1曲目は有川七瀬さんでブレイクアウト。ミニコンポが 17,800 円。携帯電話 PHS も即日渡し、今もチャンス。ビッグビッグビッグカメラ。静かね、ミキサ君。宇宙だからね。さあ、そろそろ宇宙船に戻んなきゃな。あ、じゃ何すんだよ、サキちゃん。ごめんなさい、どうしても二人きりになりたくて。命綱を。俺たち芸能人、宇宙で命綱でも切らなきゃ二人きりにはなれないんだ。ご覧、宇宙船があんなに小さく白く輝いて。本当、私たちの歯のように。芸能人は歯が命。口臭を防ぎ歯を白くするアパガード M。 めぐみとしあきです。問題です。8つの8を使っていろいろな桁の数字を作り、全部足して1000にするにはどうしたらいいのでしょうか。正解は6月21日金曜深夜1時、めぐみーランドでわかる。アガーです。
木曜アップス小崎でわーゴーゴー遊園地ツアースペシャル in 後楽園。ありちゃんありちゃん怖い。さてスカイフラワーという乗り物に来ました、ええ、これはですね山田さんなんて言ったらいいんですかね。これははいスカイフラワーは、これもですね自由落下型のアトラクションなんですけれども、ええ、まあ、先ほどのタワーハッカーと違うのはワイヤーついてますんで、はいはい、落ち方は非常に緩やかで、うん、まあ、周りの景色を楽しみながら落ちていただくと。あ、なるほど、ええ、じゃあこれは先ほどのタワーハッカーのウォーミングアップとしては最適でしょうか。そうですね、あ、そう考えていただくのが一番よろしいです。旅行練習ですね、はい、まずですね行きましょうラビー、はい、僕おみちゃんと一緒に乗せていただいて、はい、まず先に、はい、ラビーたちより先にちょっと行ってきます。どうぞ行ってらっしゃい。じゃあアリ行ってきます。お先に。すいません美人と一緒で、はい、すいません。これは初めてですか。これ初めてなんですよ。後楽園は何度も遊びに来ましたけど、これは見るだけだったんでね。どうぞお乗りください。はい、今みんなが見守ってます。鶴間さんもね、はい、ラオカ君もみんないますけども、これはなんか、はい、あれですね、なんか落下弾が、あ、上がりました。行ってきます行ってきます行ってきます。これかなりお腹ふにゅってなりそうな気がしますけど、こういうのは得意ですか。私結構ね、ジェットコースターとかこういうの好きなんですけど、結構高くなりますね。結構高いですね、これね。なんか空間のあるエレベーターみたいなもんですかね。そうですね、結構怖いですね。あ、結構高いですね、ここで落ちるんですかね。うわ、結構山できます。あら、あーあー、でも平気平気、ほら、ゆっくりゆっくり。全然平気だ。全然平気よ。結構ゆっくりです。大丈夫大丈夫。結構上がるまでが怖いですけど、降りるときはそんなに怖くないですね。後で聞いてもらえば分かりますけど、僕のがキャーって言ってました今。もう一回行くんですね。もう一回行きます。これ2回お得ですよ、2回もできるなんて。ほんと東京ドーム見ながら。これから後楽園来る方はね、まず覚えてくださいね、スカイフラワーです。かなり見えますね。東京タワー、これ何階ぐらいまで上がってるんでしょうかね。新宿の方まで見えますからね。あ、今横の方落ちてきましたけど、これはですね、マイケル・ジャクソンがなんかこれを見た時にね、これいくらなんですかとかって聞いて、それでこれ何百円ですよとか、いやそうじゃなくてこれ自体がいくらなんだってエピソードがあったぐらい、これを買おうと思ってたっていうぐらいのエピソードが。あの人すぐ買いますからね、もう。そうなんですよ。あれ終わっちゃった。終わっちゃいましたね。終わっちゃった。なんか世間話したら終わってしまいました。それも、それではいよいよ今度はい、有川君どうぞ。さあ有川君お願いします。はい、ダン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 ディンダダン、降りるとき歌ってください。降りるとき、はい、はい、登るときはいいです。あ、怖い怖いです。あ、もう怖いよこれもう。ああ、東京タワーが見えます。ああ見えない。どこ見えるよ。ああ、だん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 。怖い怖いよ、もうやだ、もう降りたい、もうやだ、もう。あ、みかくん歌わないと。もうやだ、降りたいよ。歌わないと。ほら、今度もう一回東京タワー指さしてあげるからね。今見えなかったね。見えない、見えない、見えない。もう怖い。甘露のど飴って、ほら、あの間、ほら、ほら、見えた。見えたでしょ。あ、見えた。怖い。東京タワー。バイバーイ。ほら、横の人が手振ってるじゃないか。うわー、あー、高い高いね、怖いね。来るから、はい、歌歌って。はい、下見ちゃった。だんだんだん、下見てごらん、下見てごらん、みんないる。あー、見ちゃった。怖い。見ちゃった。もう山田さん、こいつここで雇ってくれませんか。もう最高でした。あ、なんで降りるんだ先に。お前つら、先に勝手に。ねえ、どうしてあんな泣くの。怖い。下見ちゃったね。下見ちゃったんですよ、途中で今。あ、下見ちゃった。そういうわけで、いただきましたか。で、まず1個でしょ。まだ1個で、あと13個乗るから。そうそう、さあ行きましょう。さあこれからまだまだ行くぞ。はい、行くぞ。はい、山田さんよろしくお願いします。山田さんよろしくお願いします。というわけで、みんなもこれからまだ行くぞ。
僕が月水金の朝聞いている中谷美紀さんのマインドサーカス。木曜アップス小崎でワオゴーゴーユイッツアースペシャルイン後楽園水道橋の建設学園通ってたのよ。さあ後楽園楽しんでますけどもね、アリシュ大丈夫ですか。はい大丈夫です。はい、はい、拍手が来ました。ここはですね、ジオパニックジオポリス室内ですね。はいのこれから乗ろうとしてのジオパニックですよ、はい、山田さんこれは、はい、室内アトラクション。このジオポリスは、この後楽園遊園地の中でもですね唯一全天候型 の、ね、施設ということで、はい、乗り物は3つございますけれど、はい、まあ、全て屋内になってますので、雨の日風の日でも全然構わず、ね、なるほど。じゃあ心配なく天候心配なくここに遊びに来れると。そうですね、まあ、夜は大人のスポットになるらしいですけども。そうですね、夜6時から現在は夜のジオポリスということで、後楽園遊園地とは別にですね独立しまして単独で、大人のスポーツとしてお遊びいただいております。科学の粋を凝らした室内アトラクション、だこのジオパニック今から乗せてもらうんですけど、これははい、こちらは簡単に言いますと、インドアのコースターですね、暗い中をですね、要するに前が見えない中で走っていただきまして、まあ、スピードもですね、あと落下の感覚もですね、わからないと。ああ、予測がつかない。そうですね。いいね。あ、見えないんだから大丈夫だよ。いつも目つぶってんだからいいじゃない。いや、目、開けさせてもらいたいんですけど。ああ、そう。じゃあ、ジオパニック、早速。早速行きましょう。アリちゃん、行きましょう。はい、小森さん、これは怖いでしょうか。どうかしら、初めてだから。真っ暗ですね。何にも見えない。あ、上り坂。あ、なんかライティングはすごい綺麗でいいですね。ねいや、先が見えないってのワクワクしていいですね。うん、何も見えない。真っ暗。なんか生暖かそうです。あ、なんか暖かいね。あ、なんだこれは。綺麗、チカチカしてる。いろいろ照明が凝ってますね。そうですね、毎回目で楽しませてくれる。あ、風が。この風が嫌です。まだゆっくり。おー、来た。おお。なんかまっすぐ焼けてないですね。ねえ。すごい。なんかくねくね曲がってる。おお。なるほど。あんまりこう。すごいスピードってあるじゃないですけど、なんかくねくねしてますね。見えないですか。見えないからね、予想がつかなくていいですね。あ、急に速くなったか、でもゆっくり。結構きますね。あら。あ、本当に真っ黒。おぉ、あららら、これはまだ続くのかしら。まだ続きそうですね。ねえ、結構長いですね。暗いっていうのは人間怖いもんですね。ねえ、だけどなんか、あ、なんか起こりそう。なんか起こりそう。いや。わあ。面白い、あれが引っかかった。面白い。引っかかった。まあ、引っかかった。随分あるね。すごいすごい。結構長くて楽しめる。あら。ああ、面白いですね。でまたね、フェイントがすごいね。そう、はい、ともみさんと乗ってきました。はい、もうね、私簡単いたしました、ともみさんには。ずーっと解説してくれます、冷静に。10回ぐらい喋ってましたね、ごめんなさい。あ、これはすごいですね、この照明。おっととかですね。いいです。ありがとう、乗ろう。はい。行くよ。はい。じゃあ後ろに乗って楽しみたち、後ろにもう一回乗せてもらいます。いやだな。はい。さて、ありがとう。はい。これ行くよ、結構。ありがとう。あ、そうですか。あ、なんか見える、意外と。あ、見えるところと見えないところがある。はい、ああ、声はずっと出してるけど、喋ってたから。はい。はい。あれ元気？元気です。あ、元気だ。すごい元気だ。はい。怖くないぞ。怖くないぞ。俺は乗るぞ。俺は乗るぞ。俺は男だ。
俺は男だ。俺は強いぞ。俺は強いぞ。俺は30超えてるぞ。俺は30超えてるぞ。俺は既婚者だ。俺は既婚者だ。俺は世帯主だ。世帯主だ。妻が何だ。それはあきこふざけるな。いやいや、これ言えない。あ、それ言えないのか。ちょっと勘弁してください。乗るぞ。乗るぞ。行くぞ。行くぞ。ジオポリスの中だ。ジオポリスの中だ。俺も頑張るぞ。ああ。びっくりした。まだ前のが出ただけじゃない。これ結構いける。あれか、見てなきゃダメだ、前をね。はい、見ます。何があるか分かんない。はい、頭を押し付けといてね、後ろにね。はい。さあ、出発いたします。はい。はい、お待たせいたしました。はい。スタートです。行ってらっしゃいませ。まずはあれかっけ。真っ暗ですか。あれ上に上がってる。暗い。怖い。なんだ、何にもやってない。ピカピカしてる。ピカピカしてる。暗いな。何これ。何なんだよ。怖い。面白い。また声がし、もうね、ありかね、ありか、どういう感じでしたか。いや、暗かったです。暗かったです。あの、なんでもない、止まってる時になんだんだ怖かったの。何にもないのに叫んだ。ねえ、おめちゃんが後ろでなんでもないのに叫んだわしね。で、ライトがピカピカってした時、ピカピカ。こんな人いないよ。暗い怖いばっかりの。早い怖い。すごいだろ。すごかった。これ怖いよね。怖いですよ。今までの中でもこれベスト3入るんじゃないの。ああ、暗いですから。ともみちゃんに笑う。お腹痛い。だ、ともみちゃんさっき結婚してらっしゃるんですよねって聞いてました。本当に結婚してらっしゃるんですか。そう、はい。本当に、うん、独身だったら付き合ってもいいと思ったでしょ。いや、そうです。面白くてもいいですよね。ぜひデートは遊園地で。さあ、次行きましょう。ジェントルブリーズで Feel me, see me, hold me。 ランランの梅酒美味しく飲むため講座。梅酒お出かけ。まず用意するものは冷え冷えの梅酒1本。次に乾いた喉、あとはおもむろに飲むだけ。超や梅酒。梅酒シュビドワ。
武田真嗣です。宮本恵子です。この二人でお送りしている武田真嗣ヒットファクトリーでは、先週に引き続き今週も7月3日発売の僕のニューアルバム OK の発売直前緊急企画をお送りします。 OK 題して OK スペシャルサイド B。 OK アルバムの曲を本邦初公開でどんどんお聞かせしますのでお聞き逃しなく。 OK ね、ゆうこちゃん。 OK先週から OK しか言ってないけど番組のタイトルぐらい分かってるよね。 OK だから OK そうじゃなくて OK 舐めてんのか。武田真嗣ヒットファクトリー放送時間は日曜夜11時から。しかも今週は OK スペシャルと題して真嗣くんのニューアルバムの特集するんだよね。違う？ OK さあ、西村智美さんをお迎えしてですね、スカイフラワーとジオパニックに乗ってまいりまして、ちょっとひとまずね、遊園地内のですね事務所をお借りして今ここでお話してますけどもね。さあまずジオ、スカイフラワー、私智美さんと、はい、有川さんと一緒に乗せていただきましたが、もうね落ち着いてらっしゃいますよね私本当にああいうの好きで全然大丈夫なんですですよね、あのスカイフラワーをね、マイケル・ジャクソンが買いたいと言った話をね延々と色整然とお話してくれて、降りてる間景色も何も見えませんでした。なんか終わってましたね。終わってます。ねえ、有川君スカイフラワー、はい、どうでした？辛かったです。でもドームの東京ドームの屋根が見えたじゃん。東京タウンを僕見せてあげたでしょ。ありがとうございます。あの膝がちょっと中途半端に曲がってるところがもうすごい怖かったんです、それとジオパニックね。ジオパニック、うん、お友達は初めて乗ったって。そうなんですよ。あれは本当にすごい面白い変化がたくさんあって、そうですね、ね、面白かったですね。暗いくてどう行くかわからないんですよね。洞窟の中を行くみたいな。面白かったな。長かったですね。長いんでたっぷりって面白いね。有川くん長かったですね。許してくれなかったです時々風が吹くんですよね、あったかい風が、それも僕友井さん一緒に乗った時にはもう皆さんにね聞いていただければ分かったんですけどねずっとおやフェイントですね、ほら何かしら風がとかですね、いろいろあの子供番組のお姉さんと一緒に乗ってるような安心感があるんですね。私ジェットコースターをどういかに怖くなるかっていう研究をしてるんですよ、だからやっぱりねそれを皆さんもご存知だと思うけど、とにかく一番後ろに乗る、あと目をつぶるか、あと真後ろを向く、出るのはいいんですよ。ほそうだからほら前に見えない、まああれは暗かったからですけど、前に見えない何があるんだろうって思われながらそうやって乗る方が一番面白いんですよ。なるほど、だから間違って目をつぶった方がいいんですよ。そうだったりだ、はい、そうなんです。とにかくいつも目つぶってるんですか？いや開けろっていう皆さんに言われる開けた方がそう怖くないと思いますけど、有川君の場合は開けた方がその情報が入ってきて逆に怖いんでしょ。はい、じゃあこの2回だろうか、目つぶって乗って次目開けてどっちが怖いか、ぜひやってみてください。比較するいやどっちかしらすみません。この研究材料でぜひお願いします。はい、でもね、ともみさんは有川君のこの怖がり方初めて今日見ていただいたんですけど、どうですか有川君って男性は。もう最高やで、あのなんかこう目つぶってこう怖がり方聞いてると、あれお母さんどこってなんか大丈夫かしらって思ってしまうんですよ。なんか母性本能くすぐられる。なんかすごい小さい子さんとなんかあーねえ、そんなイメージだった。なんかごめんなさい、だから結婚されてるって聞いてちょっと驚いてる。すいませんでした。ねえ、小さいお子さんかなってパッと起きると目を開けると新弟子みたいなでっかい顔してんだよね。ねえ。しかしまあね。有川君というのはですね、もうこの遊園地ツアーっていうの、午後遊園地ツアーっていうのはもう彼がメインなんですよ、はい、で彼がこの番組を引っ張ってると言っても過言じゃないぐらい、でこれがまあ半年ぐらい持つんですよね、このネタでね、楽しみにしてるんですよ。皆さん新しい絶叫お願いしますっていう、CD にもなってくれる、ね、聞かせていただきます CD、あの CD の感想はいかがでしたか？あ、どっからどこまで乗ってらっしゃるのかがちょっとあれが分からなかったんですけれども、編集で言うつらい、そうだけどね、でもまだまだ有川君まだ2つしか乗ってないんですから、まだまだ、はい、後楽園はもう楽しいところだからまだいっぱいあるからね、はい、頑張ります。行くぞ、まだまだ乗るぞ、乗るぞ、今までのだって怖くなかったぞ。怖かったんですよね。でも女房より怖くないぞ。
それは怖くない。そんなに怖いんだ。いやいや、そんな怖くないです。そうですか。いや、しかし楽しいね、遊園地っていうのはね。本当にいいね。僕ね、有川君を空論人間でね、1000人ぐらい作って、各地の遊園地にね、配属したいですね。いいね。絶対貸し出ししてくれると嬉しいです。どうします、あと500円の有川君貸し出しですけど、借りますか。借ります、絶対。ねえ。1日5000円で安いよ。あ、うん、楽しんでくれば。ソフトクリームも奢ってくれるしね。奢ってくれるの？そう。今日に有川君、今日に備えて何かしてきたとかあるんですか？あ、あの昨日の晩、あの陽明酒を飲んできました。まあ寝つけないんで、ね、ちょっと寝られなかったんで。やっぱプレッシャーで。はい。あ、奥さん何て言ってましたの？奥さんにはちょっとあの内緒にして、ああ、そうなんだ。ああ、なんで、なんで、なんで、え、なんで内緒にしてんの？まあいろいろと、いろいろ、あ、そう弱いとこ見せると、男として、はい、ああなるほどね、ああそうですか。しかしまあ楽しいでしょうね。奥さんもね、こういう人と一緒ですよね。でもあの先ほど話してくれた山田さんが、あの僕らは笑ってるんですけど、すごい心配そうに有川君見てた。いろんなお客さん見てる山田さんでも有川君みたいな人初めてなんで、大丈夫かなという。そう、なんか僕たち笑ってるんだけど、大丈夫ですかねえ、あんまり心配かけないように。はい、わかりました、ね、さあ、どんなこんなですけどね。さあ次は何に乗りましょうかね。さあ有川君、まだ乗るんですね。まだ乗るよ、はい、その前にじゃあちょっと一曲聞きましょうかね。天野の名さんで You are my sunshine。 I'm your sunshine。 この夏を待つ手に軸が。ビッグカメラ、え、ケンウッドのミニコンポが17,800円。取り付けも早いエアコンフェア開催中。ビッグビッグビッグカメラ。ただいまアートネイチャーではあなたの増毛後をコンピューターがお見せする増毛シミュレーション無料体験を実施中。さらに体験していただいた方の中から抽選で1000名様に10万円増毛券を差し上げます。お問い合わせは 0120-01-2323、 0120-01-2323、 アートネイチャーまでお電話ください。7月31日まで。ふっさふっさアートネイチャー。第3回 TBS 米油道場夏の陣、いよいよ開催。8月23、24、25、26日の4日間、豪華ゲストの講義やアフレコ実践もたっぷり。お問い合わせは 03-3470-3050、 TBS 米油道場事務局まで。合格者はラジオドラマに出演できる。ただいま共和コンタクトではビッグセール開催中。コンタクトレンズのお求めはお近くの共和コンタクトへ。詳しくは03-3493-9090へ。ひなわたゆき子です。毎週土曜夜11時からお送りしているひなわたゆき子にゃお。6月22日の放送にはなんと翔太の寿司の翔太役でおなじみの柏原隆史くんがゲストに来てくれる予定です。多分大丈夫だと思うんですけど、予定は予定なんで足からず。6月22日の放送聞いてね、にゃお。コタキンコント劇場。夏、私有川俊一、主婦の願い、奥さん公演のポテチ。いってらっしゃい。今日何時に帰るの？え？何？うるさい？クソして寝てろ？何よ、人がせっかく聞いてるのに。ああ、もう週なんてつまんないわ。亭主が会社に行くと家に一人っきり。バートにでも出ようかな。あ、そういえばパート募集のチラシ入ってたわね。あったった。何がいいかな、スーパーのレジね。私携帯に出たからね。皿洗い、これで家事やってるのとかあんないじゃない。いや、ダメダメ、もっとアクティブな一言で言うと飛んでる女ってイメージ。パートがいいわ。なんかないかしら。エキストラ。あ、いいじゃない、これよこれ。画面の片隅でもチラッと私が映るなんてドキドキしちゃうわ。応募しちゃおうっと。はあ、テレビ局なんて初めて入っちゃった。緊張するわ。あの、小堺さんですか？はい、私先ほどお電話をいただきましたディレクターの関根です。あ、よろしくお願いします。小堺でございます。こちらこそよろしくお願いいたします。エキストラの人が足りなくて困っていたんですよ。あ、そうなん。でも私なんかで止まるんでしょうかエキストラの初めてなんですけど。大丈夫ですよ、簡単ですから。そうですか、安心しました。早速ですがこれから本読みがありますのでご一緒に。
私もですか。え、少しですがセリフもありますので。いや、セリフまであるんですか。緊張しちゃうわ。いや、そんな緊張なさらずに。さあ、参りましょう。はい、お願いします。着きました。ここが本読み室です。あ、おはようございます。ちょっと、何分待たせんの。あらら、若手ナンバーワンの五反田はじめさん、かっこいい。時間ないのよね。いやだわ、こっちアイドル女優の大井町さがいちゃん、かわいいわね、やっぱりね。お待たせいたしました。今から本読みを始めます。小坂さん、これが台本です。あ、はいはい、どうも。大丈夫かしら。え、今日はシーン12の本読み始めます。シーン12って何ページって言うと。ああ、はいはい、ありました、ありました。降りしきる雨の中、陽子はつぶやく。小坂さん。え、何ですか。小坂さんのセリフですよ。あ、小坂さん、いきなり私ですか。小坂さん、覚えておいてくださいよ。小坂さんの役名は陽子ですから。あ、陽子、はい、わかりました。それではもう一度いきます。降りしきる雨の中、陽子はつぶやく。よく降る雨ね、まるで僕たちの心を知ってるようだね。高雪さん、陽子さん、二人は熱く抱き合い、そしてキス。あ、ちょっと待ってください。何ですか、小坂さん。私エキストラですよね。そうですよ。だってゲストの範囲超えてるような気がするんですけど。そんなことはないでしょう。こんなもんですよ。そうですか。問題なければ次行きますけど。どうぞ、すいませんでした。高雪と陽子の燃えるようなキスを見ていた緑が陽子の髪をつかみ罵る。この泥棒猫。陽子も負けていない。何よ、このメス豚。陽子と緑、つかみ合いの喧嘩になる。ちょっと待ってください。鼻血ブーの陽子。ちょっと。あ、何ですか。絶対おかしいですよ。エキストラがなんでこんなに活躍しちゃうんですか。まあ、騙されたと思って。本当に騙されてますよ。はい、本読みはこれくらいにして本番に行きます。本番なの。リハーサルとかしないの。はいはい、小坂さん、小坂さん、ロケに行きますよ。ロケ。ディレクターさん。何ですか、もう始まりますよ。ちょっと聞きたいことがあるんですが。はい。このシーンはさっき本読みしたシーンですか。そうです。私今ね、ロープで縛られて地面に寝てますよね。ね、しかもロープの先はバイクに繋がってるんですよ。ハラハラしますね。投げないでよ、こんなシーンさっきなかったじゃないの。小坂さん見てたらイメージ湧いちゃったんだな。どうだってな、ほどいてください。無理ですね。何が無理なの。運転手に30秒後に走れって言ってありますから。あー、そろそろ時間です。ちょっと止めなさいよ。モードになっちゃり入ってたきゃいけないって。ドーギャー、僕やっぱ、叩きんで。わー、あ、実は今なんて叩いちゃった。ドイツだ、ドイツだよ。ドーギャー。 TBS プレゼンツ爆笑品川寄せ、8月14日から16日まで品川プリンスホテルにて開催。出演は小野安志&ドンキーカルテット、栗田寛一&ヒズバンド、北本雅美&ワハハ本舗。お問い合わせは 03-3440-1111 品川プリンスホテルチケットセンターまで。 TBS 主催ホットヌードルプレゼンツ鈴木蘭蘭キスマジックツアー、8月28日水曜日赤坂ブリッツ午後7時スタート。6月22日土曜日チケット発売開始。お問い合わせは 03-3498-9999 共同東京まで。斉藤悦子です。毎週日曜日にお届けしているメモリーポップス、今度の放送はオリンピック100周年を記念して過去12年間のオリンピック公式アルバムからの名曲をご紹介します。23日日曜日11時からのメモリーポップス、お楽しみに。おさきん、新ご地点。どこらへんごらん。怖いよ、明るいよ、早いよ。お帰る。本当に有川君今帰っていいよって帰る。ああ、帰らせてください。ああ、そう、すごいやつだな。さあ、今週は負です。負で始まる言葉いきましょう。はい、ホットスでしょ、有川君こういう靴のコーナー。ああ、もう嬉しいですね。はい、じゃあ、人一番笑ったり反応してちょうだい。品川区の内田祐介君です。ふっくん、うん、洋服に囲まれている時のムックンのこと。うまい。ちなみにゴルフクラブに囲まれているラビーのことをクラビーという。うまい、うまい。ゴルフクラブ買うの好きなんですよ。ゴルフ大好きですから。
アイアンセット2ショット買っちゃったんですよ。ラオウに囲まれる有川君のことをしけづらと呼ぶ。そのままじゃない。開けましょう、開けましょう。日野市の奥大将君も再び。これなんだ、風船胸中体操。胸中って胸の中ね。ウェティさんの健康体操のこと。生まれて初めて目の当たりにする人外のチャンネルのナイスバディに興奮した関根勤さんと柏原くんが服の胸の部分に風船を入れてもらえた健康だが不健全な体操。号令はもちろん、え、号令はもちろん、おふにゃふにゃ、おふにゃふにゃ、ベティさん。何歳の時でしたっけ？え？何歳の時でしたっけ？小学校ね、4年か5年。あの昔のアメリカの体操みたいなビデオがあって、それがベティさんってこうすごくグラマーな人だったんですって。今最近ある人先生でグラマーな人あんまりないでしょ。子供になっちゃったけど、それを見て胸に風船を入れてラビーが、おふにゃふにゃ。セーターの下にいわゆる思春期の芽生えですか。そういうことがあったらしい。入間市のナイトオブザナイフ、福島由美子、12月10日生まれ、小崎の中でおなじみの美人アナウンサー、TBS テレビ放送終了5分前の教えてあげるを担当していたが、それは1996年3月までのことで、4月からは秋沢純子に代わり、門脇さんこと変装3点セットの話、96年5月9日ラオカキの韓国デザイナーによると、福島アナは TBS 内にある喫茶店カフェテリアでバイトをしているらしい。してないんだ。これあげましょうね。江戸川区のラビが、僕は随分我慢してますよという言葉がすごかったですね。そうですよ、ね、生々しい。江戸川区の佐藤耳を改め山崎君、太っちょ甲羅の実男、不器用怖がり、老け顔嫁に尻に惹かれ、服のセンスなさすけ、普段は威張っている。すべて有川修一の通称太っちょ甲羅の実男、不器用怖がり、老け顔嫁に尻に惹かれ、服のセンスなさすけ、普段威張っている。普段威張ってるんだ。これあげましょうね。そういう風にまだしてるじゃんネタで。そうね。千代田区のペンネーム頑張れラオカキ、武勇伝、不ですけど武です、これはね、これはお正月の書き初めの宿題でお父さんに書いてもらったお手本を提出し、書道コンクールで世田谷区代表に選ばれたり、弟の鼻の穴に銀玉鉄砲の玉を埋め込んだり、好きな女の子のハンカチを偶然拾ってちょっぴりいけない体験をしたりというムックンやラビに負けないほのぼのスクールライフをお過ごしになったラオカキ飯尾くんの小学校時代のことです。あ、そうなの。そうなの。お父さんに書いてもらった書き止めで入選しちゃった。そうなんです。悪いやつ。今度の代表になりそうなって。ああで終わったんですよ。よかったよ。見に行ったんですよ。あれが意欲に語ったから。だよ。意欲だよ。すごいな。女の子のハンカチを偶然拾っていけない体験ってのは何ですか？あの急にあのすぐには届けられずにですね、ちょっと3日ほど握りしめてたで。選択してちゃんとお返ししたんですけど、ただ握りしめてたっていう。なんで？小学5年ぐらいの。何て名前ですか？はい。女の子の名前は。純子さんっていう。純子さんね。はい。気に入ってただけならいいんですけどね。品川区の内田英介君です、フランソワーズ・モレシャン、別名フレンチ・アグネスちゃん、もう決して白い高田純次ではない。あんまり似てないです。似てない。不愉快少年金、家族とカラオケボックスで楽しんでる時に無礼な他の客に乱入された時や、敬語を知らないアナウンサーに遭遇した時、自宅でご機嫌を見ていてオーバーヒートするゲストの彦摩呂を見かけた時、画面にかぶる榎本加奈子を見た時などにラビが変身するキャラ、不愉快少年金。一度変身するとただひたすら文句を言い続ける。ストップさせるためにはムックのお客さん看板ですよが必要となった。あげましょうね。まあね、筋が通ってますから。命の奥田翔君、フーズ風企画、これは関根勤さんに名前を覚えてもらえないスターが結成した芸能プロ、フーズ風企画。所属タレントはマジカルの女こと仙道明夫さん、目黒の中華料理屋の娘こと奥山芳恵さん、顔さえわからない峠恵子さん、存在すら忘れられた久我陽子さんです。彼女たちは自分の名前をアピールするために関根さんの出演する番組全てにゲスト出演しますが、
一向に名前を覚えない関根さんは記者会見を開く。俺だって未だに大城監督から名前覚えてもらえずラビット関根って呼ばれてんだからしょうがないだろうと開き直った。食ったらあげましょう。翔子ちゃんはね褒め倒してね、太陽小籔さん、もう誰だっけな函館のスコキンさん。フルフルズ、ウルフルズに対抗して作られた北大路欣也と犬三匹のバンド彼の曲作りには特徴があり、まず全裸になって嘘笑いを浮かべながら桃を2個取り出し、それを自分の桃に向けて叩きつけます。その叩きつけた音をメロディーを作るきっかけにします。さらに垂れてきた桃の汁を犬に舐めさせることによって思わずフルフルした北王子は気持ちよさのあまり声が出てしまって、つい恋愛をテーマにした詩をつけてしまうのでした。あげましょうね、面白いね。秋田県池田正則君は冬の花いいよと書いて冬かいいよ、冬かいいよ、17歳女子高生、乙女座、趣味盗撮見た目はアムラーそのもので異性にも同性にも好かれるタイプだが、外出するときに8匹のボクサー犬を連れているので近寄ってくるのは畑正則だけであり、まあ、PS もちろん噛む噛め、まあ、何を言いたいんですかね。あげましょう。練馬区の中島光一くんです。風呂場は修羅場、この夏放送予定の学園純愛トレンディドラマ風呂場は修羅場、他人の女教師、杉浦純子かっこ菅原洋一に恋する真面目男子生徒獄門寺亮アラン・プロストはいても立ってもいられず放課後の誰もいない教室で純子を呼び出し愛の告白をすることを決意。一方クラスの不良グループなるへそのリーダー太ももプランプラン五郎かっこトム・ベレンジャーはすごい人使わない恋敵の計画を盗聴器で知り、そうはさせるかと愛の告白妨害作戦に出る、獄門寺亮が勇気を出していざ告白、それとほぼ同時に、五郎がつまりアラン・プロストが告白するとトム・ベレンジャーがドアを蹴破りに部屋に入ってきて、唖然とする亮に向かって五郎は牛の剥製を振り回しながら襲いかかる学園ドラマの常識が今崩れ去る。バーなんだか分かりませんでしたね。あげよう、あげましょう、さあというわけで有川君がホッとしてる時間もそろそろ終わり、次回はへふの次はへですね、へで待ってます。郵便番号 107-06 TBS ラジオアップス目標小崎電話をでお待ちしています。新語辞典へです。さあ次有ちゃんはお化けも大好きですね、お化けは大丈夫ですか？お化け屋敷。お化けは、大丈夫だと思います。そうですか。はい、もう今日もう絶対的な信頼を持ってますから、ね。梅津和夫さんのお化け屋敷。アリちゃん、レッツゴー。ゴー、レッツゴー。怖くないぞ。怖くないぞ。バブビー。木曜アップ小崎でワンゴーゴー唯一ツアースペシャルイン後楽園、水道橋のケース学園通ってたのよ。有川君、はい、頑張ってね。女の子をエスコートできるかどうか、トナミちゃんのようなね、はい、可愛らしい子を君が守れるかどうかだ。はい、頑張ります。男が飛びすぎて、はい、あ、梅津和夫のお化け屋敷です。味付けのたたり、はい、どうぞ、はい、いらっしゃい。じゃあ私結構お化け屋敷とかってちょっと苦手な方なんで、エスコートお願いしますね。はい、頑張ります、はい、私置いて逃げないでくださいね。はい、ああびっくりした、昼高坂だったのってこの坂登るべからず、美しい女性は坂の途中で必ずつまずくと言われてますので、私はじゃあ大丈夫ですね。なんかいます、いやああなんか和風ですね。あ、うわあ、あ、いやこれどこに向かって、どっち行けばいい、どっちに行けばいいのかしら。ちょっと私が前じゃなくて、あれかな、前でお願いします。はい、あのちょっと腰が下がってますけれども、はい、あのどうぞ、え、こっち行くんですか、こっち行くんですか、こっちしか行く道がないので、どうぞどうぞ、ちょっと戻らないでください。ああ、ちょっと待って、また有川さん、また、ちょっと、私を置いて逃げちゃって、ちょっと、
どうぞどうぞ先にお願いします。うわ何これ、いや人形が、あもう一回来る、もう一回来る、もう一回来る、もう一回来る。怖いよ。あ何人形がいっぱい。何フランス人形が。ああいやもう私こんなにあんまり叫んだりとかしない方だけど、どうなりかさんと叫んだら怖いじゃないですか。怖い。なんか何これ。何で笑ってんの？なんで笑ってんの？怖い。ああ。私まで怖い。怖い。怖い。怖い怖い怖い。なんか正面に人形がいるのが気になりますね。何今の。いや結構ここ怖いかもしれない。怖いっすよ。いやちょっと戻らないで、戻らないで。怖い。私置いていかないでくださいね。誰か笑ってる。何の音。なんかびっくりした。怖い。なんか暗い、こういう真っ暗なところって気になりますよね。怖い。何これ。何ですかこれ。何お花畑。なんかありそうここ。何もないです。何もないですね。いや本当に怖いこれ。怖い。かわいい。びっくりした。これ怖い。やだこいつ。何これ台所だ昔の。怖い。お手洗いから今回の口に手を入れるとうどん口は手が抜けなくなる。嫌ですよ俺。まことちゃんの口の中手入れるんですけど、どうぞ。あれなんか触ってください。なんだろうあれ。あ、大丈夫です。終わった。もうなんで私のことに、おいで逃げようとしたか。有川さんどうでした？怖かった。もう辛かった。すごい辛かった。すいませんでした。面白かった？不安だった。私だって全然気がついたらいないんですもん。有川さん君二度逃げてきたね後ろに。いや驚いた。いや
すみませんでした。今度一人で行ってもらおうか。いやいや、勘弁してくださいよ。行けないですよ。遊園地でジェットコースターで一緒に乗ると全然こっちは怖くないんだけど、お化け室の場合は逆に怖いんですよ。ああ、変に驚くからね。すっごい驚くから、すっごい怖くて、うん、ああ、びっくりします。梅津和夫さんも喜んだだろうね。こんだけ喜んでくれればね。こんだけ怖かったら。いや、ほんと怖かった。パフォーマンスラディオ From Monday through Friday 君で指示の中で本日はまとめて一挙に前半後半ドーン。いいだめよ、いいだめよ、いいだめよ。足立区の中村誠君からスタート。中村子時代劇の主題歌ベスト3第3位、木枯らし紋次郎。どこかで誰かがきっと待っていてくれる。これですね、上条さん。第2位、水戸黄門。人生だくありゃくもあるさ。第1位は銭形平次。お見事な作品だわ。平次親分を嫁にするのは赤鼻の親分だけですから、ね、遠藤さん。坂戸市徳永忠史君。徳忠。ちょっと懐かしい小崎ソングベスト3です。第3位。いいですね、カイドウはじめ先生ね、来てくれましたよね。2位です。とてもいいから愛されたいの、もっと死ぬほど抱かれていたい。いいですね、すごいな、このとてもっていうね、もう抱かれていたいの、抱かれていたいってあの声の変わり方、本気なんでしょうね。本気ですね。懐かしい小崎ソング1位。ギアを揺れろよ、平和君の俺からぼかしだ。ちょっと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 たまらないの。これはうまい、あげましょう、あげましょう。ちょっと時やったと思ったし、ね、捕まえた。杉並区ペンネーム VPM24。ブブニエー。嫌なルー大柴のタイプワースト3。嫌でワースト。第3位。回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらない、ルー大柴だ。いや第2位。迫るルー大柴だ。第1位。目を閉じて語らず、かずただひたすらに己を見つめ、命を見つめ、世界を見つめ、宇宙を見つめ、ルー大柴だ。何にもならないね、これ全部。ねえ、ルーのタイプワースト3、すごかったですね。豊島区伊藤勲君。伊藤勲。青田昇さんが初めて黒い魔法の粉を頭に振りかけた時の奥さんの反応ベスト3。3位。ダイヤルを隠すの案外下手だね。で、青田昇さんが初めて黒い魔法の粉を頭に振りかけた時の奥さんの反応に。糸から無自然に見えるのでやめて。奥さんやめた方がいいとね。青田昇さんが初めて黒い魔法の粉を頭にかけた時の奥さんの反応1。嫌だわあなた。うまいわ。
しい。スだらけってないな。キャンディーズってのなんか可愛いな。いいよね。キャンディーズよかったよね。まあね、ほとんど人妻で。そうですね。どの妻でもいいから人妻だけど。とにかく歌いたい。ごめんなさい。のしろし渡辺俊一君。なるしろ。大長編です。これ長いです。日吹五郎大学附属学山高校かっこ男子校修学旅行のプロセスです。出発前、校長の日吹五郎先生がギターで挨拶。なんだ、楽しくない。楽しくない。信じられた遊びだから。楽しくない。信じられてる。さあ、いよいよ目的地に出発。なんと校長の伊吹も参加しました。嬉しかったんだよ。目的地の土井温泉に到着。その時伊吹校長は右手の爪にマニキュアを塗る。セクシー、あなたはセクシー。宿泊する温泉旅館に着くと、男子生徒は温泉の大浴場に直行。いい湯だな、いい湯だな。いいですよ ね、 いいね、気持ちいいよね、みんな楽しくてね、うん、なぜか伊吹校長だけ一人で露天風呂に入る。いい湯だな、あ、いい湯だな、あ、なんで風呂で何してんの。するとそこにアメリカンポリス科生徒の水野太郎ちゃんがやってきました。あまりの感動に思わずギターを弾く伊吹校長。メイドギターを弾くのかな、キバケラコその時の伊吹の表情は涙の笑顔。その気になったハローちゃんが大胆な発言をします。どうぞ沿わせておくれやす、もうえれやす。顔怒られるところ興奮した伊吹興奮した息吹、伸ばした小指の爪でハローちゃんのうわーを刺激。それに耐えるハローちゃん。ちょっと興奮を増した息吹、ギターを弾くスピードがアップ。そしてハローちゃんの声もだんだんと大きくなっていく。ああ伊吹校長のギターもついに。イザベル。くだらない。バカすぎるよ。あげろ。あの興奮した息吹、伸ばした小指の爪でハローちゃんのうわーを刺激。バカだね。バカだね。くだらない。くだらない。いつか怒られるぞ。意味ね、CD 大作戦、郵便番号1 0 7 0 6 TBS ラジオ。ね、アップス木曜小崎でお待ちしております。木曜アップス小崎で。うわー頼むよリーダー。ゲロゲロ頼むよリーダー。ゲロゲロ人のゲーだろ。ビッグカメラ、え、ケントのミニコンパが17,800円。取り付けも早いエアコンフェア開催中。ビッグカメラ。夏のカジュアルフライデーはエミネントスラックスで勝負する。シャツやネクタイで迷うよりスラックスを決めればコーディネートがバキッと決まる。夏の視線はスラックスに集中。夏のやる気はスラックスで奮い立つ。カジュアルフライデーはスラックスが決めて。共和コンタクトでは創業30周年を記念して、七
8月31日までビッグセールを開催中。期間中ボシュロムなどの一流レンズが最高 60% オフ。コンタクトレンズのお求めはお近くの京和コンタクトで、詳しくは 03-3493-9090 へ。キャイン編集部なんですか。この2つの番組を連動して1つずつキーワードを出していきます。その2つのキーワードを書いて番組まで送れば5000円が10名に当たっちゃいます。このキーワードは6月22日土曜日夜11時からの日向崎こにょうと夜11時半からのキャイン編集部なんですかで発表します。聞いてね。ワーオゴーゴーユニットツアースペシャルイン後楽園水道橋下車。さて、はい、アリちゃんの体重当てクイズに当選したリスナー皆さん覚えてますか、はい、今日2人来てもらってますね、はい、藤原智子さん、はい、こんばんは。そして、島野千尋さん、はい、はい、どうも、はい、こんばんは。太郎さんって呼んでください。え、太郎さん。あ、太郎さんと呼ぶんですか。すごいところを思い出した。ジロさんってあだ名ジロさん。さあ、リカ君とね、今日は楽しく遊んでもらいます。さあ、ちょっとね、あれが辛いもんばっかりじゃかわいそうなんでね、いいですか、少しいい思いさせてあげても。いい思いって、あのね、全然怖くないラブエクスプレスなんです。これね、走ってるとね、途中からフォローがこうかぶって二人きりの世界になるんですよ。ともみちゃんと一緒に。そうですか。ともみちゃん、ほら、あなたの奥さんとタイプ似てるし。ちょっとよろしいですか、ありがとうございます。はい、ぜひ。はい、もちろん嫁には内緒でございます。はい、嫁。じゃ早速乗りましょうか。乗りましょうね。はい、それでは行きましょう。アルカさん、こういうのは大丈夫ですか。いや、僕乗ったことないんで、これどういう動きをするの。ただ回るだけですよ。そうです、もうすごくゆっくり、なんかカップルが乗り物みたいなんで、はい、ゆっくりこうくるくる回るだけなんで、全然。いや全然大丈夫。もうこれ、はい、これこそ手を挙げてももう持たなくて全然 OK ってなったと思いますよ。はい、わかりました。遊園とかでも奥様とデートに行かれたりとかしないんですか。あのたまにあるんですけど、うん、そういうなんか怖い絶叫マシンみたいな全然乗らない。下で手振って、え、でも奥さん一緒乗りましょうよとかって言いません。それ僕分かっ、あの奥さん分かってるんで、それはないです。あ、そうなんですか。でもきっとお子さんができるようになったらもう子供連れてってなるじゃないですか。これちょっと不安ですね。どうですか。もうこんなにね、怖がれる方だと思わなかったから。もうそうす。これはぜひリスナーの方みんな一人一人乗りたいと思われる人多いでしょうね。あ、ほらゆっくり。あ、これゆっくり。全然大丈夫ですよね。みんなになんか手を振る余裕が。これ全然大丈夫です、ね。あ、全然こういうのは平気ですか。あ、これ全然大丈夫ですね。あ、ちょっと早くなる。早い。どこまでがダメだ。あ、ちょっと早いですか。え、だってこれまだゆっくりじゃないですか。早いですよこれ。え、これもダメですか。あ、嘘。早いじゃないですか。だってゆっくりですよねこれ。何。嘘じゃないですか。え、これゆっくりじゃないですか。これ早い。あ、なんこれ、何。あ、なんか、あ、何これ。これ何ですかこれ。なんか布がかぶって。怖い。え、どのぐらいの速さがダメなのかがよくわからない。こんなゆっくりなのに。これ。でもこれ一番怖くないでしょ、この中で。いや、でも怖いですよ、結構これ。これなんで、あれ、ちょっと剥がしてますよ、これ。あ、これバックするんだ。いや、楽しい。怖いよ。怖くない、怖くない。怖い、壊れてんじゃないですかこれ。壊れてる。
これ壊れてんじゃないの？これちょっと危ないっすよ。壊れてる壊れてる。ああ、すっかり騙されましたですね。有川君ラブラブどう？うわ、これ怖くないっつって嘘つかれた。怖くない？怖くないよね。ともみちゃん怖くないっすよ。すごい早かったですよ。ラブラブカプセルだ。全然ラブラブとか。こっちだよこっち。はい。はい、ラブラブでした。それでは曲です。カヒミカリーさんでハミングが聞こえる。ラオカキの反抗するぞい。はい、ありがとうございます。本日ゲストに西村智美さん来てますんで、はい、ぜひ西村智美さんに反抗いただこうと思いまして。はい、あ、どうも初めまして。初めまして、あの舞台では見させていただいております。集いますので、じゃあ、ラオカキ早速。はい、いきます。フォントタイトル、二人目。お父さん、カズキ、どうした？隣のケンちゃんが石ぶつけんだよ。泣くんじゃない、お前もうすぐお兄さんになるんだから。え、妹かなんかできんの？もう妹とは限らんだろう。お前も好きだな。何言ってんだお父さん。でもお父さんとにかく嬉しいね。何にも知らないってことは幸せなことだよな。なんか言った今。え、いや何も。え、でもとにかくほら嬉しいだろお父さん。まさに生き地獄だ。え、またなんか言ったでしょ。いや何、今生き地獄って言ったじゃない。ああ、五反田にあるレストランの名前だよ。そんな名前ないよ、変な名前。え、お父さん、嬉しくないの？そりゃ嬉しいさ。もうすぐ生まれてくるそいつと対決できるかと思うとな。ちょっと待ってよ。なんで対決って。え、あ、恵比寿にあるビアホールの名前かな。そんなビアホールの名前もないよ。ちょっとなんで対決なんかしちゃうんだよ。お父さん、お父さんの本当の子供なんだろ。そうさ、パパとママが愛し合ってできた子供さ、うん、だったらなんで対決なんかしちゃうんだよ。大人になればわかるよ。何がわかるんだよ。先手必勝の必要性がな。本気でやる気じゃないか子供と。カズキ、お前悔しくないのか。何が？え、後から来るそんな若党に前ママ取られるんだぞ。いや、そりゃそうだけどな。俺は絶対に許さねえ。お父さん笑えないくらいちょっと怖いよ。カズキ、お前後で勤めるからな。え、俺も敵なのかよ。どうも、ありがとうございました。いやー、とてもなんかのねえ、身近なお話で面白いですね。こんな話があるんですか。どこが面白かったですか。そうですね、あのお父さんの雰囲気がとても出てらしてて、ね、はい、身近な感じしました。なんかそうですね、そばにちゃんのお父さんもああいう感じなんですか。いや、全然違います。あいや、でもなんか、いや、すごい楽しませていただきました、最初から最後まで。はい、よかったね、ともみちゃんでゲストが。はい、ね、い感じが。これハリス直さんだったら辛いよ点が。はい、似顔も書いてくれないで、ね、注意してですね、はい、ということで、じゃあハンコは。わかりました、じゃあぜひ、今日お会いした記念に。記念に。ネタじゃなくて記念にですか。記念に。はい、落ちました。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、すごい、頑張ってチョコ貯めてください。はい、多いんですね。はい、いただきましたね。はい、ありがとうございます。これであと2つなんですよ、ハンコもらうの。え、でも絶対大丈夫ですよね。はい、嬉しいことです。その励みに2個必ずゲットしていく。なんか人と古いネタを見せてあげてよ。見えませんとか、ああいうあの、はい、美しすぎてバチクリ見ても見えません。今のですか。優しい方でどうか。いやいや、まあ、どこまで、あ、ごめんなさい、どこからか。僕も前振り忘れました。え、じゃあ今の心境を表すとどうなんですか。今の心境を表すと、ざっくりハートがみじん切り。それどういう意味ですか。これギャグの意味を聞かれること、芸人殺しの。だからこれ言われた心境は、もみちゃんの叶うと面白いじゃん。じゃあいろいろもっと見せてあげて。言われた今の気持ちはパックリ、ざっくりハートがみじん切り。みじん切り、これ意味がほら今また分かんない、伝わってないんだよ。例えばほら、あのハートブレイクの時って何かギャグやった。あ、ギャグやん。じゃあ
富田嬉しい時どんな感じなんですか、ボディアクション。嬉しい。あ、ほっぺたの、あ、嬉しい。じゃあ、すごく嬉しかった。彼女に、初恋の彼女に、ダメかなと思って電話したら、私もあなたのこと好きだったんですって言われた時の表現を昔風のギャグで。した。Oh, I love telephone. くるくる。かわいいかわいい。あ、これなんかガーディーさんがやれそうな感じでかわいいですね。はい。日本でもすごい。こういうふうに彼女とが分かってくれてんだけど、自分が思ってるのと違う分かり方をしてる時の気持ち。かわいい。デュー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 ドロップアップ。あ、これは分かりますね。分かった。僕自分でやってて分かんなかったです。ね、素敵かもしれない。そうですか。さっきのみじん切りが気になりますね。あれ千切りだとダメなんですか。じゃあ千切りでやってみましょうか。ぱっくりハートが千切り切り。かわいい。その手が可愛いです。手が可愛いです。そうですか。あ、ぜひ。なんか、ドミさんと会話してるんですけど、なんか一人になってるのか。はい、いい感じでした。どうでしょうか。じゃあドミちゃんに会ってハンコもらって嬉しさを最後に。はい。嬉しかったですもんね、はい、これは表現して。はい、パッチン見たらピッチリトモミズハンコ売れピッピ。ちょっと違う、ちょっと違う。ここはアジって言えばアジなんですけど。ありがとうございました。ピッチリが素敵でした。あ、ピッチリが、あ、つかんだよ。一人増やしたね。ラオカキ、トモミさんファンになってくれましたかね、今の。あ、ね、応援します。あ、応援、ありがとうございます。応援という数ふたけたハートが縫われてピッピ。うまい。うまいじゃないですか。誰でもできるじゃないか。それ言っちゃ小坂さん、それ。あの、ラオカキ、はい、トミーちゃんありがとうございました。ハンコ一ついただきました。はい、どうもありがとうございます。たくさん頑張ってください。今の本当にね、みじん切りじゃないですけど、恋のジャックナイフ、サザンオールスターズ。仕事が終わってひとっ風呂浴びて食事の前に一杯の飯を飲む。これが私松本の唯一女の幸せを感じる時でございます。今夜梅雪衆6月26日水曜日のアップスペシャルやります。あが決まってます。郵便番号 107-06TBS ラジオラルクアンシエルのアップスまで。6月26日水曜深夜1時お楽しみに。あ、時間余ってる。時間余ってるの。どうしよう。じゃあとりあえずコックリさんでもやろうか。怖いね君も。なんでどうしよう。まあ10円玉お楽しみに。さあ今週のお題はね、意味ね、ベスト3。もうみんな得意ですね。はい、いきましょう。ともみさん、意味が分かんなかったらどんどん質問してください。はい、分かりました。はい、さあ、埼玉県のヘロヘロプロク2くん、うん、意味ね、ベスト3、街中で声をかけられるベスト3、うん、3位ボケお願いします。ああ、ね、見ますね。2位アンケートに答えていただけますか。あ、多いですね、うん、1位ラジオ。いいですね。小坂が言われたんです。ラジオ。ラジオいつも聞いてる人がいきなり横に来てラジオ。何ラジオ聞いてます。あ、それが、それが恥ずかしがりなんでラジオって単語だけで僕に何か伝えようとした。いや、分かってあげる。小坂さんもなんか優しいですね。こういう方多いもんです。これあげましょう、ね、川崎市の玉区伊藤孝弘。意味ねベスト3、あ、踊りですね。踊りの舞、舞の得意な人ベスト3、はい、3位ハチャトリアン剣の舞。あ、いい曲ですよね。ラビがショーでね怪我しました、どうですか。2位北条舞。あ、北条舞ね、舞って名前ついてます
1位萩本欽一さん。なんで？おしまい。くだらない。くだらない。ちょっと荻本さんになってるんですけどね、字がよく間違える。くだらない。まあ証券さんがね、あの北海道行ったら、あ萩本欽一だって言われたらしいですからね。太田市群馬県、はい、大滝正幸君、うん。大滝さん。トモちゃんかわいいね。トモさん、トモさん。大滝さんです。有名人のイメージカラーベスト3。3位藤村俊二さん白。あの髪の毛をね、もう染めなくなって、でもかっこいいよね。うん、2位水野晴郎さん、うん、これは分かりますね。何色なんですか？桃色。ああピーチエンジェルって言われてるんですよ。そうなんですか、どうして？あの妖精言われてる。妖精みたい。妖精みたいな。この方ですか？目バレついてますけど。妖精なんか羽が生えて森の中で飛んでそうでしょ。あのキャプテン用で、はい、あのキャプテン用であのマイクジャッジの肩に乗るやつがあるじゃないですか。あれちょっと似てないですか？ぷくっとしてる。はい。でもまだ、いや、もう納得できなくていいんですよ。いや、いいんです、その通りです。あの、次はみんな、ご唱和してください。わかると思います。有名人のイメージから、1位、キャインの天野くんは黒。そう。それの前に何がつきますか？腹黒。そうです。正解です。これあげましょう。そうも、そういうふうに言ってから、この最近の天野くんの顔を見ると、本当に腹黒っぽく見えますね。面白い人間ですよね。秋田県仙北郡池田正則くんです。うん、アニマルサーカスを見ている子供の感想、ベスト3。うん、上手な動物が出てきますね、うん、あの、いっぱいよね。3位。わぁ、ゾウさんの玉乗りすごい。うん、2位、わあ、ライオンの日の輪くぐりだ、かっこいい。うん、1位、くっせぇ。動物はね。動画更新するとくっせぇ。始めましょう。リングリングサーカスが一番前で見てて。うまい。うまいね。豊島区巣鴨の伊藤勲君。火事で119通報をしたけれども取り乱していてちゃんと話せなくて困ってる時どうされましたと聞かれて言う一言。ベスト3。3位火事なんです。うん、2位燃えてます。あ、どうされましたと聞かれて言う。1位とりあえずビール。飲み屋じゃない、宴会じゃない。とりあえずビールってかわいそうだね。あんなみんなに好かれてるのにとりあえずだもんね。そう、あとりあえずってさ、僕はね絶対使いたくないですよね。ビールをください。ビールをください。そうだよね、うん、あとビールでいいですってなるんだね。ビールがいいですって言われるんだよね。そうですよ。ビールでいいって。それよく小さい頃怒られましたよ。麦さんにかわいそうだよ。麦さんが。え、あ、麦でしょ。麦の麦さんにね、インタビュー取ってあります。どうぞ。なんだよ。舌を出している生き物ベスト3。3位ヘビ。怖いね。あれなんだよな、あれ食う、なんかこう探ってんの。いや気持ち悪いよね。生きてんのかな。うん、ああ2位ブルドッグ。ああ、ワンちゃんはね汗かかないから舌でやる。そうそう、うん、舌を出してる生き物1位オグルマ親方。出しながら喋る。あげましょう。そうそうそう。まあ多分セイヤムの場合はだですね。セイヤムの場合。ペコちゃん。ペコちゃん。舌が長いんだろうねあれ。大田区の小佐金大使ベンジャミン君、うん、ラビーを怒らせた人ベスト3、はい、3位エッチビデオ男優ケツゲ男。これは僕も怒りましたよ。2位やっぱりこの人腹黒メガネ。あ、ね、1位事務所の木村さんの結婚式での新婦の先輩ぐちぐちスチュワーです。ぐちは二次会でしてください。これはみんな思ってましたね、これあげはね代弁者ですから。あげましょう。拍手が来たもんね、小樽市の倉田天丼君。でもあの人ずっといろんな披露宴で言い続けてる、うん、結婚披露宴でやったら気分悪くなることベスト3、うん、3位スピーチで延々と結婚できないことを愚痴り続ける。2位昨日の犬はどこに行ったという内容の祝電。あなんだよこれ。結婚披露宴でやったら気分悪くなること1位式の BGM がずっとルーブシ、しかもエンドレス。これから僕たち振ったりして幸せになっていくんです。あげましょうこれ。函館スコキン君
ルーをおとなしくさせる方法ベスト3。3位、奥さんに叱ってもらう。2位、部屋に大将と2人っきりしないかもしれないよ、これでも。それでも喋る。見てたんですよ、銀ちゃん、僕は。そうです。ずっといいそうです。1位、好きに置き去りにする。これ開けましょうね。好きに持ってくの大変じゃないかな。伊東氏の杉田博之君、意味ね、ベスト3ね。超丸々の略した言い方、ベスト3。うん、3位、超ムカつくは、超ムカ。うん、2位、超ベリーバットはチョベリバ、うん、1位、超編み物上手山谷初雄さん。ここで行きましょう。俺が元気になってきたよ。俺が元気になってきたね。バーバーデーなんて今の読めなかったよな。山谷さんうまいんだよね。どちらしの鍋順くん、チャゲアンダースカ情報ベスト3。3位、2人とも福岡県出身。あ、2位、2人の平均身長は山瀬まみより低い。あ、そうなの。まみちゃん大きいからね。あ、そうか。1位、実は矢崎しげると原田信郎さん。そうかな。ちょっとしか似てない。親方と稽古に励む新弟子の言葉ベスト3。3位、親方、帽子が外れそうっす。そんなこと言う。2位、親方、もう土俵ありそうっす。1位、親方、それは前蜜じゃなく諸蜜っす。もう、あげましょう。名古屋市、親方とそんなに稽古しないしてくれないよ。岡明宏君、桜井長一郎さんが今までで嬉しかったこと、ベスト3。3位、石坂浩二のモノマネが完成したと。あ、そうなんだ。2位、寄席でおひねりをもらったこと。あ、1位、新しいベレー帽を買ったとき。ひいて。桜井長一郎さんが今までつらかったこと、ワースト3。 3位、自信のあった石坂浩二のモノマネが似ていないと言われたこと。2位、モノマネしてんのに入れなかったこと。1位、40年前の芸能人水泳大会で色物なのに長谷川和夫さんに勝ってしまい、5年間芸能界を干されたこと。嘘だろ、長谷川さん出ないよ水泳大会。そんなのなかったよ、俺ずっと見てたけど。これあげましょう。秋田県の池田正則君は、あ、アリシューが思ってることベスト3、うん、3位、小崎をビッグにしたのは俺様だ。2位、都知事の目の前でおにぎりを披露したのは俺様だ。ああ、そうだ。そう、青島さんだもんね、青島由紀夫さんの。1位、俺様は秋葉君に牛丼をおごってやったぜ。裏1位、藤山に5回、チェ、30回乗ってやるぜ。どれ、この中で思ってるとしたらどれですか？おごってやったぞっていうのは。ああ。本当は3位でしょ。マジか。スキシのチョッキーカランテーヌ君です。コメディアンが番組中なのに思わず涙が出てしまうとき、ベスト3。3位、娘の手紙を朗読されたとき。ああ、で笑ったな。2位、楽屋では俺今日はダメかもしれないなどと言っていた相棒が本番でいきなり打ち合わせにないハイテンションのアドリブを連発したとき、笑いをこらえて涙が出ると。たまにやりますね。1位、隣に座ったアンザーマリアとジェーン・シェパードの匂いが目に来た時。あげましょう。臭かったんだ俺が、中井上級さんと付き合ってる頃ね。横浜市の水島直樹さんが、水沢亜紀さんが色紙に書く座右の銘ベスト3。3位、水谷圭憎し。巨乳の座を奪われたからね。2位、トニーとやり直したい。バカ。1位、外人助っ人求む。バカ。色紙に書かないでしょこれ。あげましょうこれ。岡明宏君、名古屋、うん、峯岸徹さんが寝る前にすることベスト3、うん、3位、歯を磨く。2位、ガスの元栓を閉める。あ、まあ大事なことですね。1位、
小野寺明にお休みの電話をした後お母さんに内緒で口紅をつけて床に着く。峯岸は夢の中でだけ女に踊ることを許されている。パンパンあげましょうね。これ何言ってんですかね。岡山の吉岡正俊君が心に残る名言ベスト3、うん、3位長嶋さんの名言、大学を出ていなくても一流の人と付き合っていれば教養は身につくんです。ニクラスの偉大さはそこにあります。ニクラスさん大学出てるんですね。2位元日本放送のディレクターで最近まで小室哲哉のマネージャーだった菊池さんの名言、俺が屋台物だ俺が。1位同性の達人矢島さんの名言、同情するなら金くれ。ああ辻由美ちゃんだこれあげましょうね。3位2位がくだらない。横浜の飯島直樹君です。松岡修造の羨ましいところベスト3、3位結婚の噂に上がる女性がいつも美人だ。2位お金持ちの家の息子なので給食費を盗んでも疑われることがなかった。1位ここ一番で足がつる。もうどこが羨ましい。ホテルで彼女がシャワーを浴びている時足でテレビのチャンネルを変えようとして足がつって女子医大に運ばれたことがある。嘘ですよ、言ったじゃん。今時足でチャンネル変えるか。開けましょう、開けよう。いいなまず、川口のムーン大木場君、うん、汚らしい子供ベスト3、うん、3位青っ鼻を垂らして上着の袖上で拭いている子供、今少ないでしょう、うん、2位両目のまぶたをひっくり返して喜んでいる子供、あいたそれいた、よくやってた。結果こう手にはイカを持っている。ボーン。1位宮沢元総理の顔真似をしながらとろろ芋でうがいをしている子供、ボーン。何を言いたい。これあげましょうね。どんどん行きましょうね、はい、登別ガチャガチャ君、ドラマのベッドシーンの撮影の際女優から敬遠される男優、はあ、ベスト3、はい、3位目が血走り息が荒い。やだな。2位カックラキンの虎の匂いがする。1位前張りがウグイス張りなっちゃうのね。キュッキュッ。自分の中の何かが切れる瞬間、はあ、ベスト3、3位非常に細かい作業をしてそれが失敗に終わった時、あるねあるそれ。2位若い頃の夏木マリの2つのゆらゆらが階段を降りながら揺れた時、これはね切れたね。僕ももうちょっと我慢できなかったね。1位ルーの反抗創価な温度を無理やり聞かされ30分後やっと終わったかなと思ったら2番と言って再び歌い始めた時、いやこれいいなこれな、あげましょう。ちょっとだんだん長くなってきましたよ、練馬区の中島光一くん、嫌な水戸黄門最終回ベスト3、お3位黄門様が通販で密かに購入した服が透けて見える眼鏡を由美香の前で使おうとしたところ顔面に飛び蹴りをされ吹っ飛ぶ黄門様はそのまま柱の角に激突、そして悲しい結末に黄門様は網膜にお銀のパンチラ残すの巻。2位黄門様がほんの暇つぶしのつもりで原骨を口の中に入れていたところ抜けなくなってしまい、みんなで一斉の背と引っ張った途端スポンという音とともに黄門様は宙に放物線を描き石灯籠に衝突、そのまま帰らぬ人にドジッコ肛門ちゃんの巻。普段は1位ニューヨーク怪獣オッパダカーンに肛門様を殺されたスケカクは最後の手段として禁断の合体技のモーションに入った。2人はまず互いの内ももをパーカッション代わりに叩き合い、人生楽ありや雲あるさをハミングで熱唱、次に葵が息吹を背中におんぶして息吹に自分の腹筋の割れた部分を指でなぞらせはぁと息を吐くすると2人の服が弾け飛び黄金色に輝く体を誇示、ここまで目をそらせない2人が初めて敵をにらみつけ、伊吹が「青い伊吹彦参上」と書かれたプラカードを掲げることで合体終了。スペースがなくなったのでその先はご想像にお任せです。くっとこれあげましょう。中島光一君、練馬区は嫌な朝までテレビのベスト3、うん、3位司会が元ウィンクの2人、いや出演者がマコーレ・カルキン、チャーリー・ハマ、水森アド、豊丸の4時間放送、いやテーマはカンガルーボクシングをオリンピック正式種目にするべきか否か。2位司会がナブラチロワ、一
出演者庄司のり子、加藤時子、沢田真希、相良直美で送る12時間。テーマはブリーフ派 vs トランクス派 vs サルマタ派 vs ふんどし派。1位嫌な朝までテレビ、司会がナース姿の加藤豪、出演者がセーラー服の高橋秀樹、バニーガールの伊吹五郎、ミツバチのお尻の水野春夫、ラウンドガールの青井照彦、プレイメイトスケスケタンクトップの大石五郎、砂浜をかける白いワンピース姿の美少女平見喜次郎、体に巻いたシーツをチラチラさせる美少女石倉三郎、赤ちゃんに母乳を与える美人調教師北尾金が、おぱぱぱおーぱの里見幸太郎が大胆なことをする3分間。テーマはヌプヌププープーン。コラケンの会議室でこんなこと読んでていいんでしょうか。あげましょうね。最後です。品川区の内田祐介君。さっきから浦口さんが事務所の方気にしない意味ねベスト3、うん、最後です。ハローのおぱいこ戦士おぱいこ戦士みるみるエンジェルへの変身方法ベスト3、はい、3位ヒギシャンゼリゼ台風。まず全裸になりバットを持ってクロマティの真似をして素振りをし、終わったらベンチから嫌な柄のバッグを持ってきて、中から昨日徹夜で作ったもみしだけ尻肉と書かれた横断幕を披露し、私頑張ったでしょという顔をします。そしてその横断幕を股間に左手で押さえ、水のヴィーナスと叫び、バンクーバーの方向を見ますすると春尾の体の周りにオーラが発生、変身します。2位ともしびクイックダンス。まず室内を真っ暗にして豆電球を1個だけつけ、せっせとラマーズ法の練習をします。飽きてきたハローは全裸になり、その豆電球を体に触れるか触れないかの感覚でつま先から胸の方向になぞり、ハロー島探検とつぶやき、ニヤニヤします、変身します。1位平成小手投げ奥さん。まずハローはネグリジェ姿になり、自分はまだあどけないことをアピールします。そしてあっという間に全裸になって、またバッグを持ち出し、中からおじいちゃんに宛てた手紙を取り出します。そして時には微笑み、時には涙目になりながら読みます。読み終えると、あらかじめ近くに置いておいたコーラの空き瓶をマイク代わりに赤いスイートピーを熱唱します、変身しますね。開けましょうねこれも、ちょっと後半小声になってしまいました。来週はイミネ新グループ、これをいいですね。例えば TRF ではなくて RFRFRF とかね、ものすごい顔のダンサーが6人もいて、しかも踊らないでニヤニヤしている。どういう役、すぐクビになると思います。イミネ新グループ、これをお待ちします。郵便番号107-06 TBS ラジオアップス、木曜小佐銀で和王で火曜日必着です。よろしく。さあ、CM の後はいよいよ来週。はい。タワーハッカーにチャレンジです。一言どうぞ。頑張ります。そうじゃなくて。え？まだね。タワーハッカーに。タワーハッカー、待ってろ。木曜アップス小崎でワーオゴーゴーユニットザースペシャルイン後楽園水道橋下車。恋と美は死よりも残酷なものである。三輪明宏です。 TBS ラジオ主催、三輪明宏演出主演、近代能楽集青井の上外箱町、好評につき緊急追加公演決定。6月21日午後2時から。ご予約お問い合わせは03-3477-5858 パルコ劇場まで。ただいまアートネイチャーでは、あなたの増毛後をコンピューターがお見せする増毛シミュレーション無料体験を実施中。さらに体験していただいた方の中から抽選で1000名様に10万円増毛券を差し上げます。お問い合わせは0120-01-2323 0120-01-2323 アートネイチャーまでお電話ください。7月31日まで。フッサフッサアートネイチャー。桜井智です。向井正男です。6月22日土曜夜12時30分からのアニメエクスプレスは、なんだっけ智ちゃん、話題のラジオドラマ東進学園豪快さんスペシャル第3弾。ゲストは誰だっけ、あの人気声優緑川光さん。わお、グレート。6月22日土曜夜12時30分アニメエクスプレスをお楽しみに。木曜アップス小佐金でワーゴーゴー遊園地ツアースペシャルイン後楽園。ありちゃん、ありちゃん怖い。さあ、それでは、ええ、本日何のために来たか。そうです、ね、山田さん、はい、いよいよ
今やっぱりこれ名物一番ですか。そうですね、今の一押しです。パワーハッカー、はい、すごいですよ。説明してもらいましょう。どういう風なものでしょうか。地上から 80m の高さまで一気に上がりまして、はい、そこから、まあ、超フリーフォールということで、はい、真っ逆さまに自由落下いたします。自由落下、はい、つまり何の制御もなくただ落ちるということですね。そうですね、ただ落ちる、その怖さ、はい、いやこれが一番だ、これにね、もう山田さんももう胸を張って説明してる。有田君乗るよ。はい、頑張ります。乗るぞ乗るぞ、負けないぞ。乗るぞ、何回も乗るタワーハッカー行ってみましょう。はい、はい、怖い、ヘイヘイ、まだ何もしてないで、乗っただけじゃん。とにかくヘイ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 、じゃあタワーハッカー行きましょう。はい、高いな。うわ、高すぎるよ、バカみたい。何これ、高いこれ、高いこれ、うわ、高いね、高いっすよ。何やってんの、こんなの来る必要ないじゃん。アリカ、目開けろよ。目開けてる、あ、目開けて、アリカ、アリカ、目開けて、あ、もう許してください。あー、怖え、怖え、ありがとうございました。安心だよ、ごめんなさい。それではご覧ください。どうだった？ありがとうございます。ありがとうございます。あれか、まだ大丈夫か？どうえ、1回でやめればよかったなと今少し反省してますが、トミちゃんどうですか。もう私すごいもの見つけたって感じです。お好きですか。ましたあのあれフリーホールはダメなんでしょ。フリーホールはなんかフリーホール2回の時にすごい泣いちゃったのに、もうこれはもうなんか快感に流れますね。これ怖くないですか。さっき有川さんどうでした。全然もう叫んでなかったですね。あ、もうそれ以上超えちゃったって感じですね。うわ、これでこの待ってる間にもう最高だ。来るよ。有田君どうですか。もうすごい怖いですよこれ。これ今まで一番怖い。一番怖い。有田はもう一回だぞ。今度リスナーと一緒だぞ。こんにちは、乗ってね。足が上がっちゃうね。これ本当怖いっす。怖いわこれ。有田ちゃんに行きましょう、二度目。行ってきます。有田ちゃん行ってきますわ。行ってきます。パワーハッカー怖くないぞ。怖くないぞ。うわあ、上がってる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 。なんで上がってんだろう。ちょっとどうしよう、私も泣いちゃうかもしれない。ああ、なんで上がってんだろうなこれ。アリちゃんどう、二度目は。これなんで上がってんでしょうね。え？なんで上がって。落ちこれなきゃいけないからね。ああ、上がりすぎですよこれ。もっと上がるよ。うわあ。うわあ。千葉真一ですって言ってごらん。え、千葉真一だ。千葉真一だ。怖くないぞ。うわぁ、怖い。アリシュ、怖くないぞ。いや、ほんと怖いっす。アリシュ、何が見える。トラが見えますね、曇り。落ちる、もうすぐ落ちるよ。うわぁ、怖いよ、もうやめた。これは怖いよ。もう来るね。アリシュ、どうですか。これは怖くないっすか、嘘だよ。すごい怖いですよ、これ。さあ、乗ってきました。
有川君どうですか。あ、ちょっと頭がクラクラします。怖かったです。今まで、いや、もうナンバーワンです。あ、出た、怖いです。ナンバーワン出ました。ナンバーワン出ました。ともみちゃんどうですか。ともみちゃん久々に叫んでしまいましたけども、なんかこう200人ぐらいの幽霊からもう足をバーッとかって手で引っ張られたようなあんな感じすっごい怖かったよくわかんないよ。これは面白かった。そうですか、いや、さすがにですね、私も今回は、な2回乗らせてもらいましたけどね、怖かったですわ。高いね。想像以上よりこの高いです。80メートル80メートルっていうのはですね、前回前々回のゴジラの身長ですからね。ゴジラはあの世界を見てたわけですね。いやー、ちょっと僕も来ましたよ。ちょっとね、今回は笑えませんでした。有川君と一緒で、まあこれで全て今日は周りも回ったわけですよね。特別招待のリスナーのリスナーのお二人どうでした。とても楽しかったです。だって、ああ、なんかもう自殺なんかするもんじゃないと思うそんな感じですか。怖かったね。景色は良かったですよね。さあ、アリシュ、今日は主役ですから、最後の一言の言葉を。無事終わってよかったです。みんなもどんどん後楽園に来て乗ろうね。みんな後楽園来て乗ろうね。俺は毎日待ってるからいや、僕はもう今日で、もう終わりにしたいと思います。後楽園専属になったぞ。いや、なってないです。それではここで一つ曲を聴きましょう。水口良樹さんで38度の恋。どのミニコンポが 17,800 円。携帯電話 PHS も即日渡し、今がチャンス。ビッグビッグビッグカメラ。この夏、また一つ愛と感動のミュージカルが生まれます。沢田研二、山瀬まみ主演、 TBS 主催ミュージカルドラ100万回生きた猫。6月21日から7月29日まで東京芸術劇場中ホールにて。お問い合わせは 3707-4747 まで。ラブ入ってます。鉄板焼き焼き、鉄板焼き焼き、食べて食べてランランラン。鉄板ランチ1500円、ディナー5000円から。牛肉の鉄板焼きは日産本社ビル前築地末広へ。ご宴会なら末広。東京爆裂 DJ の林家たい平です。6月22日の東京爆裂 DJ はウルフルズスペシャル。本邦初公開、ウルフルズの育ての親 M さんによるマル秘話も飛び出します。ウルフルズの曲がガンガンかかる東京爆裂 DJ は土曜深夜2時半から。夜遅いけどガッツだぜ。はい、お別れの時間が迫ってまいりました。今日は後楽園遊園地に全面的にご協力いただきまして2時間お送りいたしました。改めてね、後楽園遊園地って面白いなと。面白いですね。あ、小森さん、そしてリサさん、はい、どうぞ、ね、今日ありがとうございました。リサさん、ありがとうございました。ともみさんもいろいろ、いわゆる遊園地フリークとして僕らに教えてくれました。もう楽しかったです。ありがとうございました。有川君、これからもよろしく。いや、もうこちらこそぜひ、さあ、今日協力いただいた後楽園遊園地、はい、山田さんからお知らせでございます。はい、はい、後楽園遊園地ではですね、今年の夏も、ルナパーク96と題しまして、燃える夜の後楽園遊園地、大人のための遊園地を、展開いたします。期間は7月6日から、9月16日までの73日間。夕方の5時から、特にお安い、乗り物券をお出ししまして、特別に入れたイベントとともにですね、皆様に楽しんでいただきます。はい、目玉といたしましては、今年はですね、戦うビアガーデンということで、メキシコから覆面プロレスラーを呼びまして、プロレスを楽しみながら、お食事をしていただくというコーナーもございます。皆様のお越しをお待ちしておりますので、どうぞ皆様、お誘い合わせの上、後楽園遊園地までお越しくださいませ。はい、なるほど、楽しみですね。まず山田さん、お世話になりました。山田さん、ありがとうございました。まあ、有川君もね、やっと一つイベントが終わって、はい、リスナーのみんなに楽しんでもらえたかな。楽しんでもらえたかな。ということで、今ちょっと心ここにないですけど、それだけで、明日金曜日アップスは、めぐみちゃんのめぐみランドでお楽しみください。じゃあ、みんなさん全員でプリーズ。あ、今またタワーハッカー登っていきます。みんなバイバーイ、楽しんでね。それで行きましょう、せーの、後楽園からでした。やっと終わりました。